どうも、ホールスメンテン、花尾でござる。どうも、伝言でございます。はい、というわけで、世の中にはですね、はい、とりあえず数式使っときゃ騙せるやろ思ってる連中がおるんですよ。まあ、商品ページで使われてる、はい、謎のこの数式、はい、みたいなサイトを、まあ、ちょっと集めてきたんで、僕らでそれが本当に正しいのかどうか。あ、一つ一つ検証するということですか。まあ、一つ一つ、まあ、マジレスを落ちたんですけど。なるほど。こういうこと。こういうことなるほどね。はい、というわけでやっていきたいと思います。メガイダマセボーイズナブラワンワン王国。ビバコワンワン王国。はい、じゃあまず1個目ね、こちらです。でね、あのフォルクスワーゲンさんからです。あ、ワーゲン、フォルクスワーゲン、なんだこれ、なんだこれ、え、2プラスルート X-4 の2乗。でもルートなんかおかしいですよな、これ。まあでも車を意識したよな。喧嘩売ってる。屋根を意識したんでしょ、ルート。あのさ、縦列駐車を意識してるってこと。ちなみにこれ、X-4 がルートの中に入ってるんですけど、ルートの中は0以上じゃないといけないので、X が4以上ということを記載しないといけません。はい、そうですね。それでも変わらず、フォルクスワーゲンというのはもうこのロゴしかね。しかも3って書いてるでしょ。3条項。3条項ね。3分の1乗なんですよ。うん、確かに。で、なぜか斜めに止まっている。はい。これなぜでしょう。なぜでしょうかね、これね。なぜなんでしょうっていう。下の式とかちょっとわからんわ、これ。D かける U の T 2回微分マイナス D って何なんこれ。 D はしかも、あ、DU フォルクスワーゲン VW VW を斜めにしろってことなんじゃない。 VW をこの向きに変えます。すると、ちょっと答え見だろう。答え見るわ、お前。早っ早っ。ちなみにお前が答え見てわからんかった場合、事件ですよ、ね、これちょっとね、ふざけられてるわ、これちょっと。これキャッチコピーなんやって。なるほど。でこのキャッチコピーって、この式に意味はないってことね。答えは、難しい場所でも簡単に駐車できますよというメッセージらしいです。それは違います。それは違います。意味ない詐欺。だからもう泣き寝入りするしかないわけ、これ。もうそれちゃうで、ほんまに。これはもう詐欺です。はい、詐欺でございます。はい。あとね、フォルクスワーゲンさんの車が詐欺っていうかは、表現方法が詐欺。あ、っていうことをまず、あの花もやっぱ守りに行く性格になったね。まあ、というわけでね、まあ、このフォルクスワーゲンさん、何点ぐらいの詐欺かっていうと、まあ、俺は63点ぐらい。大きく高いな。63点ぐらい。俺はでも序盤なんで、43点。これはじゃあ、いいとこじゃないですか。で、次。また広告です、こちらも。はい、なるほど。 E イコールうわーかっこ KM の事情、 I イコール T 人の事情、ルート A イコール18。なるほど。でちなみにこちらの広告は JR さんの青春18切符。なるほどね。ですね。謎解きちゃうこれ。ああ、まあ俺も一応意味はもう全部見えたかな。マジで早っ。俺の考えで言うと、はい、E イコールキロメートルの事情は、はい、車へのアンチテーゼなんよね、俺の。なるほど。つまりこれ E は、うん、アースへの外なんですよ。で、イコールキロメートル2乗、はい、これは車で走ったら車の2乗のスピードで地球汚れてますよっていう。あ、なるほどね、うん、そっちで行ったんやっていう感じ。だから I は苛立ちで、いやマジか、全部そっちで行くやん。渋滞時間と人混みの数。なるほど。で、人の2乗人混みで捉えたってことね。で、結局ルート A イコール18っていうのは、はい、アダルトへの道、大人になったら公共交通機関使えやお前らっていうこと。なるほど。僕ちょっと全然違いますね、うん、駅なんですよ、 E は。どの駅も面積違うから各々の駅楽しんでねみたいな感じの意味、はいはい、I イコール T 人の2乗は恋人2人時間を過ごしたら I になるよっていう。なるほど。これすごくない。人が2人やから彼氏と彼女。あ、そういうことね。で、青春18切符って在来線やったらどこ乗っても一定の金額で行けますよってやつやから、どんなルート A を取ってきても青春18切符の18なら同じ値段だよってことを表してる。あ、これね、S の法則みたいな。そうそうそう。じゃあちょっとこれ答え見ますか。答え見てみましょう。答えね、はい、まず E イコール KM の事情の答え、はい、旅と楽しさは距離の事情に比例する。なるほど。エンジョイで行ったんや。エンジョイか。ってことは楽しさっていうのは面積だということですか。ああ確かにね。だってキロメートルを2回掛け算するということは面積の単位なんですよ。僕が言うなら僕の人生は深み出したいんで3乗できたいです僕は。高さもね。僕の人生は深み出したいので、はい、3乗できたいです。ルート A イコール18は旅路の中では人はいつも18歳である。なるほどね。
なるほどね。だから大人になればなるほど、例えば東京から大阪行ってくださいって言われたら新幹線で移動するでしょ。まあそうやな。違う、そんなんは青春じゃない、在来線に行けって言ってんねこいつら。だから鬼畜やな、こいつ。そういうことやと思う。鬼畜やな。18歳の時やったら金ないから在来線で行ったでしょみたいな、多分そういうロジックかもしれない、もしかしたら。Y イコール T、 人の事情、旅のインプレッション、印象は時間と出会った人々に比例する。なんでこれじゃあ事情なん。まああの N 乗で N 無限大にリミット飛ばすべきやな俺本当に。いやこれちょっとでも俺な腑に落ちてない。だってさ、1乗と2乗って全く別物なんだ、そもそも。そう、事情を平気で使ってるのにその説明が全くなされていない。これ誠にいかんですよ僕は。2乗なのは人々だからではないでしょうか。さらっと賢いこと言うなお前。しかもその体勢で言うなお前。クソニートみたいな体勢でよ。あ、人々って言ってるもん確かに、わざわざ。今のはガチでちょっとやられたな。まあ個人的にはこれは嘘つきの28点。ああ、いいとこ言ってる。俺も23って言おうとしたの今、うん、さっきよりは全然素晴らしいと思ったな、うん、いいなと思った。で、はい、基本40を超えない限りはセーフ。はい、ラスト、次ラスト、ラストいきましょう。じゃあこちらです。でれん、ちょっとすごいの出てきたな。なんかな、はい、占いです。何これ何これ何これ。世の中の全ては数字で解明できるのです。まあそれはなんとなく、まあまあまあ、まあ、理系的にはね、絶対の数理法則であなたの運命を証明します。ちょっと話聞いてみたいな。どういうちょっとこれ聞いてみたいな。占いとか言われるとあまりにうさんくさいから。どういう数式で査定してるかちょっと知りたいんですけどね、これね。ちょっとこれこの人らと話したいな。え、ちょっとあのさ、納得するかもしれへんね、まだ。まあ確かに、我々としてはこれ理解したいわけ。一部無料で鑑定するみたいなのあんねんけど、これやってみて。じゃあ、これとかでやったらどうなるのか。でも性別、逆の性別が自動的に設定されましたやから、女の人になったら。はい、じゃあ今ね、僕と弁願くんのお母さんとね、占ってみました。生命変数、アルファ、27。発言変数、ベータ、イコール12。生体変数、ガンマ、イコール2。あの人が最近のあなたに感じ始めた印象、最近になってさんが自分に優しくなっているように感じるのならそれは事実です。じゃあ俺お前のことお父さんって呼ばなあかんかもしれない。出てきたってことね。これは振り切ってんなマジで。現時点これ 100% は超えてますよこれは。僕はですね、これは 132% で、いやこれじゃあ僕 185% で。あのこの人に話って聞きたい。こうやってさっきのさ、その周期があるとかそれは分かんねん、まだ。でもしかしたら本当に正しいのかもしれない。じゃあ最後ですね、はい、これねすごいあのめちゃくちゃ有名な、まあこれヘアアイロンとかやってるとこなんですけど、美の方程式っていうね、これ方程式ありまして、美の力 P イコールラムダ NDT っていう式らしいです。 N に技術設計力っていう、なんかすげえめちゃくちゃ漠然とした数値が入ってるんですよね、これ N っていう。しかも何の密度かって書いてんねんな、これすごい曖昧なんですよね、こういうサイトってね。時間はいいねんけど、しかも1個ポイントはこれ、上の式はスモール t なのに時間はカッコラージ t なとこがめちゃくちゃ気になる。それぐらいうぶちで僕使ってるんですよこれ。おお、いいですよ。どうなんですか。いや、いいんすよ。要はそれでお前の B は保たれてるのかどうか。ああ、それで使ってる意味で言うとちょっとあんまり感じられてないですね。じゃあかんやんけお前。じゃああかんやん。てかこれはさ、今までこういろいろやってきたけどさ、この数式を使うことで果たしてこの数学が本当に嫌いな人がおおそうなんだってなるのかどうかよね。いい商品だけにこれは残念なんじゃないかなと思いました。まあ、というわけでね、皆さんもぜひねこういった数式に惑わされないようにね。というわけで今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。